こんにちは、田中健太郎です。今日は最近アーティストに投資するサービスっていうのが盛り上がってきてるっていう話をさせてください。まあ、ちょっと盛り上がってきてるんで早めに注目したらきっと、いいことがあるかもしれないということで共有したいと思います。まあ、アーティストに投資するってどういうことかっていうと、要は、ね、今はそんなに大スターというわけではない、まあ、いわゆるインディーズな感じのアーティストの方が、まあ、たくさんいますよね。で、その方に、まあ、投資をすると、まあ、なんかを買うっていう感じだったりとか、まあ、もうファンクラブに入会するみたいなニュアンスに近かったりとか、まあ、とにかくお金を払うと。で、お金を払って、まあ、入会するんですけど、それを、まあ、ずっとこう、持ってて。で、もし将来このアーティストが売れたりとか、有名になったりとかして、ファンがめちゃくちゃ増えたりしたら、あなたはお金が儲かりますっていうのが、アーティストに投資するサービスのことです。まあ、具体的に言うと今、フィナンシェとか、チャッカとか、ビットファンとか、まあ、それぞれちょっとサービス内容違うんですけど、まあ、ざっくり言うとそういうことが、まあ、売りの一つになっているサービスなんですよ。で、これ結構面白いなと思って僕すごい注目してるんですけど、まあ、実は最近初めて出てきた考え方っていうわけじゃないんですよ。まあ、本当に古くはですね、ミュージックセキュリティーズっていう会社がまあ、今もありますけど、以前、そういう事業をやっていて、まあ、具体的には、まあ、当時は CD 作ってましたから、まあ、CD を作りたいです。アルバム作りたいです。で、そのためには、まあ、いくらいくら必要なんですっていうふうに、まあ、お金を集める。これだけ聞くと、まあ、クラウドファンディングっぽいですよね。で、まあ、いくらかわかんないですけど、一口こう1万円とか3万円とかわかんないですけど、まあ、集めて。で、まあ、例えば合計300万円集まったんで、じゃあ無事アルバムをリリースできました。しかもプロモーションにもこれぐらいお金かけられました。ということになるわけです。まあ、これだけだとクラウドファンディングって感じじゃないですか。だけど、面白かったのは、CD 売り上げがいつまでに何枚以上いったら、いくらバックします。何枚以上超えたら、もうさらに多くバックします。みたいな感じで、お金をバックしますよってことが売りになってたんですよ。だから、例えば3万円投資した人が、もしこのアルバムが5000万以上売れたら、5万円になって帰ってくる。要は2万円儲かるみたいなことが要素として入ってたんですよ。なので、ってことは、そのアーティストの、まあファンの人はそもそも応援したいからまあ買うかもしれないですけど、まあお金入れるかもしれないですけど、ファンじゃなくても、こいつ売れそうだな、儲かりそうだなって思った人たちもお金入れるわけですよ。そうなってくると、やっぱ集まる金額の規模っていうのが大きくなるじゃないですか。それで実は、AK69 っていうグループがかなりそのミュージックセキュリティーズというプラットフォームを使ってうまくいったんですよ。で、僕もリアルタイムに見てたわけじゃないんですけど、まあ、要は最初にアルバムのために集まった金額が、まあ、うまく、リリースして、うまくヒットして、で、まあ、要は投資した人たちがみんな儲かったと。で、そのアーティストがじゃあさらに次のアルバム出しますってなったら、もうもっといっぱいお金集まるわけですよ。だって前回もう成功して儲かってたもんみんな。なので、いや次はもうじゃあもう2倍量って、またきっと儲かると思うしっていう風にもっとお金集まるじゃないですか。で、それをかけてまた宣伝費出してやるから、また儲かったんですよ。っていうことを何回も繰り返したおかげで、こう雪だるま式に毎回予算が膨らんでいって、まあ最終的にはオリコントップ10とかに入るようなアーティストになったっていう成功例があったんですけど、ただ、まあ残念ながらミュージックセキュリティーズに関しては、まあその後、まああんまりそういう成功例をうまく出なくてですね。まあそれで結局今はまあ違うビジネスを軸足にされている会社っていう感じなんですけど、まあそういう感じで実はアーティストに投資して、あわよくば儲けようぜっていうのは実は昔からあったんですよね。僕も実はブログで書いたことがあって、ゴルフ会員権ビジネスっていうのがまあ昔あったんですけど、まあそれをアーティストに転用したら面白いんじゃないかなみたいなことをちょっと妄想してみて書いたことがあって、まあ簡単にどういうものかって話すと、まあゴルフ権会員ビジネスって、まあそれこそ昭和の時代にすごい流行ってたみたいなんですけど、要は、ゴルフ場、まあ当時ゴルフがまあもっと流行ってたんでしょうかね。まあバブルの時代だったんでみんなお金あったんでしょう。で、ゴルフ場を作りますと。で、ゴルフ場をができた時に、ここのゴルフ場を使える権利、まあ要はゴルフ会員権を事前に販売しますと。まだゴルフ場作ってないのに、まあ事前に販売しますと。で、いくらで、例えばまあ50万円払ってくれれば会員になれますんで、みたいなことをやるんですよ。で、それをじゃあもう100人限定で売りますというふうにして、まあ100人かとか、まあ、1000人かわかんないですけど、売って、まあとりあえずお金がバーンと集まると。で、そのお金とかも使いながら、もうゴルフ場を実際に建設しますと。で、まあ、ゴルフ場ができましたってなるじゃないですか。で、そしたらもちろん、会員証を持ってる人じゃないと使えませんよ。例えばそのお友達しか使えませんよ、みたいな風にやって、まあその、ちょっとプレミアム感のある、まあ会員制ゴルフ場みたいな感じになるわけですよね。で、もちろん、まあ実際スタートしてから、その年会費みたいなやつも、まあそれとは別にかかるんですよ。最初に会員買うためになるために払った頭金とは別に、まあ年会費みたいなやつも払ってるんですけど、ちなみに、このゴルフ会員権を自由に転売できるっていうのが面白かったんですよ。要はもう、この会員、このゴルフ場の会員権持ってるの1000人しかいません、みたいな風になってるわけじゃないですか。そうすると、いやーなんか、すごい評判いいし、俺もあそこのゴルフ場でゴルフやりたかったな、みたいな人たちがもし周りに増えたら、その最初50万で買ったこの会員証を、
え、じゃあ100万出してくれるんだったら俺この会社を売ろうかなみたいな、実は最近ちょっとあのゴルフ場行けてないしみたいな人たちとか出てきておかしくないですよね。で、あ、いや100万に譲ってくれるんだったらありがたいよつって売ったら、この人は50万儲かるわけですよ。ゴルフしてなくても最初に会員機50万で買って100万で売ってるから儲かってるわけですよね。っていう風にやっていって、実際に儲かる人とか結構出てきたみたいですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、さっきのミュージックセキュリティーズの話と同じなんですけど、じゃあ今度新しいまたゴルフ場、良さげなゴルフ場が今度立ち上がることになりました、会員券販売しますっていう風にやったら、とりあえずゴルフやるかわかんないけど買っときゃ儲かりそうだから買おうみたいな風になるんですよ。で、みんながもう殺到して買って、で、実際にこううまく買えた人たちだけ会員権ゲットして、それを転売して儲けるみたいなことがすごい流行ったみたいなんですよね。で、そうやってなんかその金持ちになって味を占める人たちとかがすごい増えてったんですけど、まあで、これってまあ結局バブル崩壊とかそういうものが重なって、まあ下火になっちゃってうまくいかなくなったっていう背景があったみたいなんですけど、まあそんなに派手な金額、50万100万みたいな金額じゃなくても、まあこれってインディーズアーティストでも実は同じことできんじゃないかみたいなことを思ったんですよね。要はまあ、ファンクラブ、年会費がかかるファンクラブを作る。だけどこれ、50人しか入れませんみたいなのにしたとじゃないですか。で、じゃあ50人、まあ、満員になりました。で、まあ、じゃあ年会費をいただきながら、普通にファンクラブの特典をいろいろね、やりながら、まあ、ここまでだったら普通に入会費、入会金がちょっと高いファンクラブみたいな感じだけじゃないですか、これ。で、なんだけど大事なのは、このファンクラブの会員権、権利を、まあ、誰にでも転売することが自由ですっていう風にしたらどうでしょう。そうすると、例えばこのアーティストがどんどん人気になって、いやもうあのファンクラブめっちゃ入りたいのに、特典のグッズもらいたいのに、でも全然もう枠が開かなくて入れないみたいな感じになったら、ちょっともう5万円出すから私ファンクラブ会員権譲ってくれませんかみたいなことが発生したりするわけじゃないですか。そうすると転売して儲かる人が出てくる。ってことはそもそもファンクラブ、ファンじゃなくてもファンクラブ会員権買う人が現れてくる。ってことはアーティストとしては今人気がなくても将来人気が出そうっていう空気さえ出せれば、いきなりいっぱいのお金が集められる可能性が出るってことになるわけです。っていう思想もあったりとかしたんで、ちょっと長くなりましたけど、別に今になって初めて出てきた概念ってわけじゃないんですけど、ただまあブロックチェーンとか少額決済の効率化とかそういう技術的な発展があって、よりこういうことがやりやすくなってきたんですよね。なのでまあ最初に挙げたようなフィナンシェ、ジャッカ、ビットファンみたいなサービスが出てきている。これはもうすごい面白くて僕は注目しているっていうサービスになります。まあ成功の鍵としては、まあなかなかね、そんな簡単に新しい文化が広まるっていうのはもちろん簡単なことじゃないんで、まあ例えばファンだけにフォーカスしてプロモーションしてもしょうがないし、かといって金もだけしか目当てにしてない投資家だけをまあ、ターゲットにしてプロモーションしても、まあ、それはそれでおかしくなっちゃうんで、まあ、なんとなくうまくその間ら辺のバランスを取ったサービスがうまくいくんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、まあ、もしあなたがアーティストであればぜひこういうサービス見てみてください。アーティスト普通に募集かかったりしますので、まあ、興味ある人はもういち早くそういうのにトライしてみるっていうのもすごい面白いかもしれませんし、まあ、もしあなたがリスナーもしくは投資家みたいな人だったら、そういう意味でも見てみたらね、今のうちにファンクラブに入ってとか、その投資をしてみて、まあ、それで将来的にもしかしたら、まあ、メリットも受けられるし、お金も儲かるみたいな風になるかもしれないということで、まあ、とっても面白いものが盛り上がってますよという話でした。まあ、この話がヒントになって、あなたの音楽活動がより良くなるといいなと思って喋っておりました。では、またお会いしましょう。チャンネル登録とかいいねボタンとかコメントとかぜひお願いします。では、ありがとうございました。またね。